はい、ではね、福岡大学の、日本史の、解説をやっていきたいと思います。はい、これ系統別ですね。福大の系統別でもね、学部別でも全学分入試でもね、もう形は全く一緒、全く一緒。大問4つ構成、で記号問題で必ずね、大問1個につき記述が3つきます。3つくる。で記述がね、1個3点です。で記号が1個2点、25点満点かけ4で100点、そういう構成もずっとこれですね。早速いきましょう。でね、まず最初記号問題ですよ。適当な語句を語群から選んで答えなさいと、ね、これはいいんですよ。ただね、よく読まないといけないのが、例えば大問2だったら記号を選べと。しかしね、正しければ4順を選べと。で間違っとるけどね、この正しい語句が選択肢になかったら、ね、これ43選べと。こっちの方が難しいよね、難しい。大問1は、まあ、素直に、この記号から選べだけですけどね、必ず問題をよく読まなくちゃいけないということですね。では早速いきますよ。はい、いきなりもう平安時代ですね。969、まあこれ勉強しとったら969で、もうアンナの辺来ますけど、ここに書いてくれている、アンナの辺が。で、謀反の疑いをかけられて左遷された、つまりアンナの辺で左遷された人物、選択肢はこれね。でこれ、まあ、まとめてあるけども、ね、要するにここなんですよ。1の選択肢はここだと。ね、結局4択問題なんです、4択問題。ね、立花一世、友の小網ね、ね、友の義雄、宮本高木、どれも、ね、藤原氏のこの多子排斥の餌食になった人ですよ。ね、まあまあ一応黒本では多子排斥やけ、アンナの辺は、ね、アンナの辺は、はい、源高木。で終わりなんですけど、答え18番。1は18番。もうちょっと面倒くさいんでですね、他も大事よ。大事、ここ15ページ、黒本持ってる人。当て馬確認しとってください。当て馬確認。いいですか？当て馬確認。次行こう、2番。藤原氏の2番、宮中の騒乱は2が起こした。天行来た。うん、ね、ここやね。城平天行の乱。城平天行の乱。ね、これは、この将門住友。上平天行、天行しか書かれてないけど、ここでもう上平天行、推測しなくちゃいけない。だけど将門住友よ。ここ選択肢見たらどうでか、ね、もうこれ将門ありますからね。これもまあ要するにここなんだけど、選択肢はここから選びなさいってことなんですけども、ここはもう14ですね。将門住友、上平天行の欄。はい、次行こう。で3、まあ、二重改革校やけね、著作ですよ、署名。でこれ藤原光綱の母来てますから、ね、でこれはこの23、24、25、ここよ、選択肢が、ね、これも一問一答ね。藤原光綱の母、母ちゃんやから、もうこれ、はい、かげろうかけるようにしとってくださいね、かげろう、まあ、当て馬でさだしな、あるね、さだしな、これは藤原、あの菅原高瀬の娘ですから、ね、こっち、かげろう。かげれ日記やけん、答えは23。イージーですね、イージー。しっかり取りましょうよ、ね。落とすことなくしっかり取る。はい。4番は、平忠常の乱か。うん。東北やね。源の三中の子。ね、4を追伏し。やけつまり、平忠常鎮圧したのは誰かと、ね。これももうイージーな、一問一答やね。18ページ、東北情勢。これはもう、どっこい前九年を抑えて後三年は分かる、その後やから、ね、その前が平の忠常の乱で、これ鎮圧したのがこの源の頼信。いいですね、ここ。はい、21番か、楽勝。よし、え、次、記述きた。道長の帰依を受けた源信はと。源信の著作何回でしょ。往生由史で終わり。これ絶対落としたらダメですよ。往生由史、これで3点や。往生要集は、22ページ。これだけ、平安中期、末法思想ですよ。ここでね、末法思想、浄土教からの3人シリーズ。空也、源信、義重の安田に。今、ここ聞かれたけどね、どこ聞かれてもいいよ。はい、次、B、続けて、摂関係、国司に任命されても、任地に赴任しない、代わりを派遣した。
これ代理人聞いとる。そのやり方じゃなくて、この派遣された人を聞いとるね。人をね。ね、そのね、国司の目の代わりとして派遣される。目の代わり。目代、終わり。楽勝。楽勝ですね、これね。荘園公領制や兼16ページ。目の代わり、目代。システムは容認ですからね。システムはね。OK。はい、次、5。鎌倉入った。足立康盛が滅ぼされたね、これね。足立康盛が。うん。もうこれで、足立康盛で即、まあ、こう見たら、事件名やね。だけど、これもこう見たら、ここでしょ、やっぱ。まあもう、なくても答えられるように、こう、下月騒動ね。39番。39。以上、小中の辺も、法事合戦も、まあ、和田合戦は和田義盛ですけども、どれも大事ね。どれも大事。まあ、基本的事項ですからね、これも確認取った方がいいですよ。いいですか。ここは下月騒動。で、次。特捜ね、北条のトップ・オブ・ザ・トップ特捜で、蒙古襲来絵巻作った、まあ、絵言葉ですけどね、蒙古襲来絵巻。これ一問一答や。まあまあ、もう武田家がありますからね。28。おしまい。大体にあげ、ボーナス問題と、この、ね、難問っていうのが大体あるんですよ。で難しいところはなんとか耐える。で、ボーナスで稼ぐ。ただそんだけです。ただそんだけ。だっけ、下月騒動は27ページ。ここね。はい、楽勝。執権は佐渡時の時、うん。で、蒙古襲来絵巻は武田家瀬長。肥後の御家に、ちょっと細かいけど、肥後の御家に。はい、次行こう。7。最後の特捜。あ、ラスト特捜やろ。ね、ラスト特捜。だっけ、ね、まあ、ここですよ。ここで北条滅亡ですから。北条高時。まあ、ラストトックスやけん、まあ、北条やけん、ここやね、選択肢ね。これ見たら、定時、高時、時行。森時はラスト執権なんですけども。中仙台の乱とかね。うん、ここは32ですね。30。いや、これボーナスやね。ここボーナスですよ。はい。8の造衛費を得るために貿易船、ここやね。この中世の貿易船、なんとか船よ、なんとか船。ね、で、まあ、こう見たらこうやね。ここしかないからね、選択肢ね。ああ、この中で聞いたことあるの。うん、ね。これ、天竜寺船あるね。県庁寺船、これあるんですよ。これ、両方あるんですよ。ね、ただ、これ、ほら、見て。ね、1325年、一味三山。ね、これが鎌倉幕府滅亡だから、天竜寺船は、ほら、足利尊氏でしょ。足利尊氏が後醍醐の冥福を祈るために、共にどこに派遣しました？元ですからね。元に派遣した。いい？ね。やけ、まあ、こっちを消してもいいですけど、天竜寺船、めちゃ大事、無双祖籍、足利尊氏無双祖籍、天竜寺船、後醍醐天皇、後醍醐、ね。こっちはやっぱ県庁寺船ね。さっきの高時のところ、27ページ、ここ。お寺のメンテナンス、お金かかりますからね。貿易で、ね、お金儲けて、ね、これでこの修復、修築を行うと。はい、県庁寺船、36番。これ満点取れますよ。あ、満点取ってほしいね。ああ、上目指す人はね、これ東福寺ね。ああ、これ途中で、ああ、ナンパしたと。新庵。ああ、こう上目指す人はこの新庵。東福寺船新庵。33ページ。ここね。ああ、沈没したと。ここからいろんなものがね、こう、目勝手ですよ。結構当時のことを知る貴重な資料になっとると。ね、はい。で、記述か。身内人の筆頭のもの。しどこ。河川部自体はないか、ない。ただの問いなんだね、これね。河川部はないか。身内人の筆頭。ああ、ね。だけど、この下月騒動で身内人の筆頭出てくるでしょ。足立康盛を滅ぼしたのは27ペ。27。ね。平の頼綱。これ、内関連ですよ。内関連。身内人の、ね、リーダーが内関連。共に北条の家来ですからね。ということで、ほら。あ、1番。
楽勝。よし、次行こう。大門に、ここはちょっとめんどくさいよ。43、40あります。大体実質的さっきのは4択なんですよ。4択。でも今度5択になりますからね、5択。ちょっとめんどくさいね。はい。もうできるところから行きましょう。信長秀吉来た。はい。河川部。さっきのタイプが違う。書院作りを取り入れた大名の教官が建てられた。まあ、城、お城ですね。お城。選択肢見たら今度全部一緒か。塊がちょっとめんどくさいね。まあこれ、ね、建築様式、書院作りやけ、もし当て馬で考えるならどうだろう。これバラできとんね。すき家作りとか神殿作り、これバラできとんね。全周、大体固めてくれるんですけど、これバラやね。ちょっとめんどくさいね、これね。ここよね。まあ、書院作りといったらね、自称寺銀閣。でも日本の建築のベースですからね、現在でもね。これどう考えるかよ。これは正しい。正しい。大体に44、正しいジャズが1個あると思っとった方がいいですよ。1個あると思っとった方がいい。これ、正しい。間違ってない。わからんときは正しいとすべき。次、2番。これも可能性とかありますからね。とりあえずは、ね、松林図屏風は誰？松林図屏風は長谷川等伯やから、44も入らない。40ページ、これ。松林図屏風。可能いところはもうこの2つですからね、代表作ね。あるかどうか。あった。あ、空じじ。終わり。19と。43ではないよ。バリバリ空じじがありますからね。OK。よし、次。3番。秀吉の命により利休建てた茶室。利休、千の利休の茶室。なぜ黒本か。千の利休から来たんですからね。いいですか。大安。まあこれね、妙起案、大安で覚えておくべきね。したら5文字と言われても、2文字と言われても対応できますから。利休の大安。40ページ、はい、ここよ。妙起案の中の大安という茶室。OK。はい。20番。次行こう。4ですか。人形浄瑠璃ね。ああ。出雲の奥に歌舞伎やね。で、三味線ね。これ琉球から三味線大事やね。で、人形浄瑠璃、堺の商人が小唄に節付けした義太夫節。ああ。まあ、ね、竹本義太夫ですからね。人形浄瑠璃といえばに、ね、まず脚本が近松門左衛門やけど、これ、ね、ナレーションがいる、竹本義太夫。で、BGM 三味線。人形を使う人、たっちゃん、辰松八郎兵衛、たっちゃんと僕は言ってますけど。ね、まあ、義太夫節ですからね。ところがね、これがですよ。ね、義太夫節の前なんですよ。これ、この難しいと思う。こっちなんですよ。流達節なんですよ、これ。いやー、これも44した人は僕知らないと思いますよ。やけ、竜達節。浄瑠璃節。節があるね。違う。僕は節があるの。これだけか。浄瑠璃節。あと節ないね。やけ、まあ、この当て馬なら、節がつくやつやが。これしかないか。まあ、漏洩とかなるの。やけ竜達節やから、ね、義太夫節じゃなくて、これが43。これは難しい。難しい。これできんでもいいですよ。どうせ2点ですから。うん、分からんときは44してください。44。OK。はい、次。秀吉が晩年、桃山の由来となった。ね、秀吉といえばこの大阪城ね。まあ、正確には大阪と濁るんですけど、大阪城やけど、実は秀吉亡くなったのは、息子の秀頼に大阪城を譲りますからね、自身はこの隠居して、ここ、来た、これが来た、伏見城ですよ、ここで亡くなります、秀吉は。あ、京都のちょっと南のね、伏見城、ここ、これちょっと難しいね、やっぱ。伏見城。OK。よし、次行こう。で、5ですか、江戸時代入ったよ。家成はと将軍職を譲った。家成は
あ、12代将軍やから次やね。家定、家定、うん、家なりの次。これも基本だね。次、天保の改革やから、家なりの次は、11代でしょ、ね、?11 代やけん、次は、天保の改革、次、家吉ですよ。あ、答え、家吉。ある。あった、36。36。はい。答えは36。家定じゃない。これもちょっと微妙ね。やけ、12が家吉で、13が家定ですから。あ、ちょっとこれ、ちゃんとしとかな解けないよ。解けない。で、家なりが老中辞任した後、やけ、家なりと組んどった老中が辞任したんやから、これ水野忠邦ではなくて、これやっぱ関西の改革の松田三信でしょう。あった、35。ね。家なりといえば35。最初はこの松田三信に任せて関西の改革やったけど、自分が ね、この、最初は若かったから任せたけど、ね、自分がね、ある程度年齢になったら、ね、自分でやると。ね、で、松田三信をね、この、まあ、追っ払ってですよ。大御所政治を行うということやね。で、はい。うん、1818年年号が分。うわ、これ細かいね。文化文政で化政文化やね。文化文政で。あ、一応多分選択肢だこの辺やろ、言語やけね。文政、天明、天保。ああ、安永もそうか。これ4択やね。4択やね。で、さらにこれが来るからね。6択なんですよ。あ、これちょっと細かいね。これ分からんならもう、ね、文化文政やき44と、うん、してももう OK ですよ。これね、文化の後なんですよ、これ。これがあるから。ね、1800年あたりがね、これ文化、文化。で、これ1818年でしょ。次は文政に変わる。で、この文化の化と文政のせいで化政文化。あ、いや、ちょっとこれ細かい。これもできなくても気にしないんで、これも。さっきのこの義太夫節、これ難しい。ここの文化文政も難しい。分からんときは44ですよ。あ、違う、40じゃない。44か。OK。ね、あ、ということ、2個間違えても全然気にしないで。全然気にしないで。はい。A、B が、いやもう鶴屋南北、ここでしっかりと、鶴屋南北の代表作もあれしかない。ね、階段よ。ほら、東海道。四ツ谷階段。あ、これも一問一答、単純な、黒本で言うと53ページ、じゃなかった、こっちじゃない。この辺も一問一答。はい、ここよ、聞かれた。はい、次行こう。いろいろあるけど、次はやけ7が終わって8か、ラストか。江戸の呉服屋が配布した引き札、これは要するに広告みたいなもんですよ、うん、この三井家、まあ、呉服屋来たら、まあ、三井屋ね、三井屋家ね、まあ、それはまあ、こう、したらこれ、あ、ない、ないか。ね、三井いいでしょう、やっぱ。誰、三井。ね、この越後屋の、ね、海の親、49ページ、ね、はい、三井高利よ、三井の祖ですからね。あ、三井呉服屋、ね、三井越後屋で三越と、現金かけねえし、ほらね、引き札出たでしょ、広告。これ、あの、総計受けるのはいるよ。現金かけねえなしと、ね、もうね、要するにまあもう赤字最安値みたいな感じですよ、意味的には。ね、もちろんそれじゃ商売できませんからね。当然、あの、利益は入れとんだけど、ね、三井だから、ここ、ないですね。ないね。ちゅことは答えがないけん、答えがない場合は、43か。43。43と。ちゅことですよ。よし。で、最後。あ、これ、うん。三井やね。三井やけ、三井の、屋号なんかだけ越後屋。
三井越後屋略称楽勝。はい、だけどまあ難しいのはありましたね、あるけど、記述、まあ、ちょっと不思議状出てこれちゃんとしたところは出てきませんよ、まあそこまで難しくないといいですか。はい、じゃあ大門さん行こう。大門さん、幕末やね、よく見るよ。まず該当するものない場合は5番、正しい場合はないね、ないね、はい、答えがない場合は5番。よし行こう。まず、あじゃない、何だっけ、あ1から、あもう説問だったね、説問ね。河川場について、あはい、日露和親条約では開口誤っているもの、日露和親ですか、まあ、これ下田函館長崎平戸、誤っているもの、これ意外と初っ端から細かいね、ちょっと ね、日米和親条約の後日露和親プチャーチと結びますね、黒本で言ったら56ページ、日米和親の後この日露和親、まあ、ロシアと結んだのが日露和親ですからね。あで、もともとこれ継承ですから下田函館は OK よ。これちょっと細かいね、これでねロシア、長崎開港させるんですよ、で最恵国待遇でこれアメリカにも適用されますけど、当然オランダイギリスにも、だけどこれ消えまして長崎消える、ひょっとしたら平戸も違うかもしれんけど、まあ、このあとね、日米修好通商の中でも平戸は出てきませんからね、ここはやっぱ平戸を丸したいね。答えは4番と。4番。いい？次、いに関して。北海道開拓を優先する。北海道開拓の役所は何か。それは開拓士やろ。これも自信持っていこう。開拓士ですよ。63ページか、開拓誌。ごっつぁん、ごっつぁん。はい。次行こう。問いの3ですか。ダメだ。いるな。うに関して。うは何？河川部うは？これ、小笠原諸島ですか。小笠原諸島に関して。誤っているのはどれか。欧米系住民が定住してた。これちょっと細かいな。幕府役に派遣して領有を確認した。捕鯨船近海で操業した。外務省の出張所を置いて統治を再開した。まあ、小笠原諸島ね。さっきの明治初期の外交。64ページか。ここですね。日本がこれね。まあ、編入というか、ね、領有しますから、ここで正式に世界で認められる、でこれねちょっと難しいね、やっぱり、ね、答えがなかったら、つまり全部あっとったら5番になるね、これね、領土系でしょう、ちょっと細かい、これ難しいな、外務省じゃないんですよ。1873年、大久保利通、これ内務省なんですね、内部、これはちょっと難しいかな。答え4番。はい、いいです。これも間違えても別に、だけね、8割は十分いけますから、いける。はい、次 A。ね、だから、こっちをしっかり取るんですよ。ね、北方、さっき開拓式聞かれたね、北方に対する防備兼ねて、軍事訓練受けながら、いざね、普段は百姓、いざ鎌倉になったら兵隊。なんというか、漢字3文字、ここまで書いてくれた。これが、トンデンヘ、さっきのところね、北海道開発の、トンデンヘを探せ、ここ、はい、だいたいセットよ、開拓士とトンデンヘセット、63ページね、はい、ごっつぁん、こっちをしっかり取ろう、次、で、こう来て、次、4ですね、絵について、絵は何ですか、士族による軍隊否定し、国民すべてが兵役の義務を負うと。ああ、徴兵令よ。
これ分かる、これ血液だね。これでまずこれの資料が何か。血液だ。あ、これは64ページ。明治維新、諸政策、徴兵国有。これですよ。そうか。まあ、ここに血税は入れてないけど、まあ、血税って起きたからね。ああ、こっち書いてます。書いてます。血税、国のために、お国のためにしっかり働けという意味で血税という言葉を入れてないけど、血抜かれると。血抜いたろかやの、カンペじゃないですけど、そこで血液起きたと。まあ、誤解も甚だしいんですけど、まだそういう時代やったということですよ。で、何？はい。国民開兵で近代的軍隊の創設を構想した人物及び実現させた。もうこれは、徴兵令といえばあの二人ですよ、ね。大村益次郎が構想して山形が実現、ともに長州ですね。はい。1番か、それで言ったら。いいね、1番。まあ、これで言ったら、まあ、実業やね。黒田清隆、川地俊義、まあまあ、これ、川地俊義はね、初代のこの、警視総監ですけども。前島密造はこれね、郵便ですね。岩崎彌太郎は三菱。ちことよ。はい。次行こう。問いの5番。徴兵制に反対する一揆が相次いだ。ああ、決定一揆だけ。決定一揆や。誤っているのはどれか。兵役の実施に対象となった農民が一揆を起こした。あ、ほらね。血抜かれると。これが決定一揆や。学生や文明開化などの、ね、地租改正反対意気とか学生反対意気起きましたよ。こうした意気は西日本では発生しなかった。ここなんよね。否定でしょ。これ一件でも起きとったらこれアウトでしょ。ね。ああ、そりゃ一件ぐらい西日本起きるやろ。そこよ。このなかったはね、やっぱすごい強い表現なんですよ。ね、一件でもあったらこれ罰になりますからね。ここを選べれるか。これはもう爆発やね。これ否定はね、やっぱ強すぎるんですよ。強すぎるということは、やっぱ間違ってる可能性が高い。そういうこと、4番。ここを、ね、5じゃなくて、ちゃんと4と書きたいね。うん、そういうこと。はい、河川部、かに関して。西南戦争、1877よね。うん、西南戦争後に起こった、まあ、ちょっとね、まあ、要するに。まあ、不満が爆発した給料安いだろうつって。これちょっと細かい。けども、これ、佐賀のな、萩のな、秋月、順番？佐賀、秋月、萩やね。で、この後、ね、ね、先に見た方がいいか。静岡反乱。はいはい。佐賀の乱からこの、はい、ね、秋月萩やけどもうこのね化身と入れましょう。化身とハイトレつなげた方がいいよ。で最終的にドカーンと一番でかいのが西南戦争ですから、ね、となったらこれはもう西南戦争前ですからね、うん、消える。さあここよ、滝橋事件を選ぶか5にするかになる。ここははい、ちょっと細かいから64ページだよね。ここなんですよ。西南戦争後ちょっとね、兵隊がちょっと待遇に不満、つまり給料安すぎるだろう、ちょっと暴動を起こしたんですよ、ね。天皇の軍隊がね、給料で暴動を起こしたんって恥ですよ。だから軍人直位出した。ね、軍人たるものこの金のことで、ね、ギャーギャー言うなと。そういう流れなんですよ。細かいね。もしあれだったらここに丸服。副題で出ましたと。丸服マーク。僕は入れますね。竹八銀、これはちょっと細かい。こんなんできたら狙いますよ、9割。9割狙えると思う。で、A、B。河川部 B。これね、この資料ね。やっぱ血税あるやろ。血税あるけん、布告よ。アナウンス。これが徴兵国有。で、翌年、73年、徴兵令やけ。徴兵国有。
ってこと、しっかり取ろう。え、次。なんだか。ここで、この系がちょっといやらしいよね。うん、最初にダイモンとかダイモンとかがすごい楽なんですけどね。ダイモンとかの、五軍から選べるパターンの方が、こっちの方がちょっといやらしいと思う。副題は。行きましょう。正しいもの。坪内翔陽、小説真髄合ってる、自然主義来たが、これちゃんとやっとかな、厳しいね。うん、で、これロマン主義来るね。うん、これはもう絞りに行った方がいいかな。双葉亭四名浮雲原文一致、言ってるように書くと。これ革命やった。これが革命やったんですよ、近代の文学の。言ってるように書くと。80ページ。ね、双葉亭四名、失望しようよ。うん、で、原文一体ですから。うん、ね、で、浮雲やろ、うん。これ2番ですね。うん、で、この写実主義、見たまま書くと、これが坪井翔陽、ちょっと細かいけどね、うん。自然主義、ロマン主義もよく出る。僕はもう省略してますけども、省略しとるけど。ね、ロマン主義で、日露戦争と行きたいところが逆なんですよ。これ日清戦争。日清戦争期ロマン主義。日露とロマンやったら、すごいね、覚えやすいんだけど、そうじゃない。じゃない。自然主義が、これ。自然やけ日清地つながりやすいじゃないですか。今そうじゃない、こっちが日露、どっちでもいいですよ、覚えやすい方で。ロマンだからロシアと行きたいとこだけど違うと、ね、自然だから日清となんか相性いい感じだけど違うと、どっちでもいい。ということで答えは2番。はい、次、句に関して、俳句短歌ですからね。この中で俳句短歌で、運動革新、まあそうなったらやっぱマサオカ式でしょ。やっぱマサオカ式、俳句といえばマサオカ式、俳句中ホトトギス。まあね、その俳句は短歌やし、夏目漱石もね小説やけど、この歌も残してますけども、俳句もね、うん。北村東国文学会、これも一問一答、一問一答。はい、ということで C 記述、伊沢修司によって、このまあ歌ってことやね。今日普通伊沢修司聞いてくるけど、まあこの漢字2文字があるからね、この歌ですよ。歌で教育していく、歌で近代化やっていく。これが80ページ、昭和、今の小学校の教科書のもっと歌と思ってください。昭和、はい、できんかった人はチェックよ。丸服ね、80ページ丸服。よし、では大問4ですか。だからね、副題はもう絶対にこの金戦後やっておかないで、もう戦後必ず出ます。戦乱だったらね戦後ない時ある、下手したら明治で終わる時もありますけど、副題も絶対戦後がある。だけ88ページね、共通テストも絶対戦後出るでしょ。副題も絶対戦後が出る。西南は戦後出らん時がある。うん、中国と副題第一志望なら絶対戦後はやらないけん。やらないけん。見てくださいよ。戦後だけで大門1個作ってくるんですよ。25点満点。ね、絶対これ準備しておかないけん。はい。5番があるね。選択肢に適当なものないときは5番選べと。はい。行きましょう。河川部は、景気か、いきなり。55年でしょ。55年体制、うん、これはちゃんとしとけばなんじゃない。55年体制は、ね、鳩山一郎55年体制でしょ。事務劇、はい、事務劇。答え3番、岩戸、イザナギ、バブル。これどれも大事。岩戸、次ですね、60年。イザナギはオリンピックの後、バブルは90年。バブル93ページね。ちゅうこと。次、2番、もはや戦後ではない、旧作書。役所聞いてくるか。もはや戦後ではないは、まず内閣、鳩山一郎90ページ、ここやね。ああ、経済白書や。ここから高度経済成長。でこれ出したのが、はい、これ経済企画書。ここキッカーって感じやけど、あります？あった、答え1番。ちょっとこれ、ここキッカー、難しいの聞いてきたね。俺、間違えたら丸拭くよ。丸拭く。で、これ、副題、
セナン、つながってますから、いいですか。いや、僕、福田受けないんでとか、ね、いやいや、セナン受ける人は福田やっとくべきですよ。ね、福田や第一志望の人はセナン解くべきなんですよ。これ、すっごいリンクしてますから。絶対無駄にはならない。とにかくね、いい。問題演習量ですよ。うん、過去問演習量。もう合格率と過去問演習量はもう正比例しますから。はい、こう、ウに関して、池田内閣がやった、経済政策、を正しいのどれか。池田隼人、所得倍増、寛容と忍耐でしょ。まあ、これありますからね、やっぱ。ね、もう、池田隼人、所得倍増を抑えておけば一発。一発、一発、リーチ一発よ。池田隼人。はい、ここへね、聞かれた。所得倍増。列島改造、田中角栄。これが出てもおかしくないですよ。ね、91ページ。牛肉オレンジ自由化、貿易摩擦やね。これ内閣覚えるですよね。ただ、この貿易摩擦、うん、ここ、93ページ。ね、でこの牛肉とオレンジ。牛肉とオレンジ。オレンジ、こっち牛肉オレンジ。ね、貿易めぐる、もう、摩擦、アメリカとの。復興金融金庫、まあ復興金融金庫ね、経営者生産方式で復興金融金庫。これ89ページ。吉田内閣のところですね。セットよ。経営者選択と集中の経営者生産方式と、ね、復興金融金庫。戦後の復興ですよ。OK。よし。A、記述きた。A に関して。中華人民共和国と準政府間貿易を、貿易か。だけ梁少子と高崎辰之助を。だいたいこっち聞いてくるけど、アルファベット聞いてくるか。91ページ。池田内閣。ね、はい、ここですよ。LT 貿易、これ。LT、LT。梁少子の梁の字やらしい。でも答えはこれ LT やね。LT。LT。3点。はい、次。4。絵について、この時中国を訪問した大統領。米ソ冷戦。で、ソ連と中国はね、同じこの社会主義、共産主義の国やけど、仲悪くなるんですね。そこでアメリカが、ね、敵の敵は味方だ。米中、ね、接近が起こる。91ページ。これやろ。72年よね。ニクソンショック。ここなんですね。ニクソンショックというのだけまず、ね、この、ね、円の、ドルの、切り下げ、裏を返せば円の切り上げ、ね、これが一つで、もう一個はこの中国訪問なんですよ、ね、米中接近、これは書いてない米中接近はね、ちょっとこれ難しいかな、ニクソン、します5番に。まあ、中国訪問地書いとってもいいかもしれないね。ここ黒本には書いてませんから。これニクソンショックじゃん。ニクソンショック。1個はドルショック。もう1個はこの中国電撃訪問。ちょっと細かい。はい。ということで。日中平和友好条約。一問一答。ね、田中角栄が日中共同声明を結んで、平和条約は次のこのね、次の次ですね。福田赳夫。ここ聞かれた。はい、福田赳夫。竹の字はいやらしいですからね。こう書けるようにね、竹ね。こうですから。こういやらしい。OK。はい、B について。ああ、で、こっち来てきた。田中角栄が日中国交正常化した、これ、調印した、ね、されたの、まあ、条約は何か。日中、共同、ね、ソ連は宣言ですけどね。中国は日中共同声明ですから。日中共同声明。首相周恩来、まあ、主席は毛沢東ですけど、いいですね。楽勝。よし、次、6。第二次石油危機、普通第一次やけどね、第一次は1973年、これで高度経済成長が終わる。石油危機、こっちやな。
田中角栄石油金73年、うん、第2次聞いてくるか、これちょっと細かいね、これも勘ですね、これ勘勘が、ね、これ70年僕の生まれた年なんですよ。イラン革命が起きたんですよ、イラン革命、うん、これ反米政権生まれてね、あ答え2番、ねね、イラン革命と、うん、いやこれちょっと難しい、もうしゃあない、できなかったら、ナトリウム、うわ来た、原子力関係か、うわ東日本大震災、原子力関係ね、原子力関係で2つ聞いてきた。一応黒本は押さえてますよ。原子力基本法、我が国はね、この原子力を人をね、傷つけたりですよ、ね、殺したりするんじゃなくて、ね、平和利用すると。原子力基本法、この第五福竜丸もね、被爆してしまう。そこで茨城県東海村にこの実験施設を作った。ああ、高速増殖炉、ね、究極のリサイクル、核のリサイクル、文殊、文殊菩薩から取った。ね、だから、東海村やろ、ほら、こう、ドンピシャで聞いたんですよ。ドンピシャ。ね。だけど、ほら、茨城県ですよ。答えは茨城県。ね。で、この、うん、高速増殖炉は、これとこれ聞いてきたんですよ。丸福、丸福、丸福やろ。ね、今、ずっとね、この、運転が停止してますけども、文字は。はい。で、ラストか。東日本、うわ、こんなん聞くなよ。東日本大震災でしょ。アホ勘ですからね。勘直人。知らんでしょ。これはできんね。民主党。これは悪もんですね。ちょっと。まだ聞くなら阪神大震災聞きようと思いますけどね。こんなん聞いてどうすんだと。うん、まあ、ちょっとこれはできない。しゃあない。気にしないでいいですよ。まあね、基本的なやつ取っていったら8割前後いきますから。8割前後。とにかくもう副題の問題ね、どん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 解いていってください。解いて、ね、確認、インプット。で、またアウトプットして、インプット。これをひたすら繰り返すということで。以上で終わります。